もっとかっこよく作ろうと思ったら多分作れると思いますけど、溝をね、まあ一応このぐらいで携帯で、まずは赤と青を分けますが、まあカチカチしましょう。でさっき印ついたところが赤がつきますよね、うん、あ、ごめんなさい、見える、見える。で次に青カチカチで、当然赤と青が接触して同じところが接触するんですよ。で、まあ、こうちょっと紙がシュッシュッとかなるとかつくんですけど、まあ、これ今ちょっと無視して、こういうとこも本当は良くないのでね、取ってあげた方がいい。でこの状態であんまりね、これ反対色のがないので、こうすごいつきやすいので軽くやってくださいね。で右側方むしゃむしゃ、僕結構神々しから外してですね、この紙むしゃむしゃしてくれって言ったりとかすることもあるんですけど、むしゃ、まあこれ交互期でいうと右側方運動、左側方運動で、これ見てみましょう。そうした時にこれね、迷わないでください。どこがこれの、いやどこ調整していいんだって思うんじゃなくて、さっきついてない赤と青が一致してないところはいらないとこなんですよ。いらないとこっていうか、30ミクロンの紙を噛んだだけでついちゃうとこなんですよ。味のりって1枚90ミクロンぐらいですよ。味のりをこんな1枚で噛む人いない。でそれで歯がぶつかってたらたまったもんじゃないでしょ。だからこのぐらいの状態っていうのを、この青ついてるところは取っちゃうっていうことで、これあんまりそんなついてないんですけど、もっとはっきりついたりしますね。でごめんなさい、シャーペン貸してもらっていいですか。すいません、なんかすいません、ありがとうございます、ありがとうございます。だからこの辺いらないですね。これも全然狙いじゃないから、こういうの全部いらない。これ全部いらないです、青だけ。これもう携帯を崩さない程度に落としてってください。で中はこれいらないです、引っかかるんで。こういうのもこういうのも、こう勇気を持って落としてください。いらないですから、最初から設定してないですから。このブツブツって黒丸全部いらない、いらないんです。これでさっき設定した点じゃないから。でこれを落とすんですけど、まあちょっとごめんなさい、すぐちょっとやります。これちょっと光合調整、もうちょっとちっちゃいのの方がいいかもしれないですね。あ、大丈夫ですよ、大丈夫、まあ大丈夫です。これでやります。ちょっとあんまうまくいかないな。溝がなくなったら後で引き直してもいいです。でこれでまあ一応落としたと。ひょっとしたら30でギシギシやって当たるかもしれないです。まあ当たらなくなったとして、じゃあ次これ1枚もう一回折ります。これ折ってもいいし2枚重ねてもいいんですけど、そうすると60ミクロン、60ミクロンで歯ギシギシやっぱさっきよりも濃く出ますよね。でこの時にポイントでわけわかんねえと、もうなんか青が出てきちゃってなんだかよくわかんないけど、どれが落としていいかわかんないって言ったら、赤をもう一回30ミクロンかましてあげる。たら赤と一致してない場所が今60ミクロンでもう一回出てきたところなので、これまた落としてあげるんですね。これはっきり出てます。ほらこれ60ミクロンでこんな線つくんですよ。これ確実にポーセレンだったらチップしますよ、こんなところ。狙いじゃないところを落とします。光合のポイント接触っていうのを、そんな理論とかよりも自分がどこに当ててるかっていうのを明確にさせることが重要なんですよね。そうすると、あ、全然自分の狙いじゃないところ当たってきたって言ったら、そこは調整ポイントなんですよね。何かがずれてるとか考えるように、ごめんなさい。で次でこれでまあ60で当たんなくなったとしましょう。でこれさらに半分120ミクロンで、これもただここだけ当てなくさせればいいってわけじゃなくて、隣接が60ぐらいとか100ぐらいで色がつくじゃないですか。それと同じぐらいの感じでいいですから。両サイドと合わせるってことで、これ120ミクロン、歯ぎしりしてください。これ結構つくね。あ、でもまあまあつかないね。このぐらいいいですね。多分120ミクロンの調整ってほとんど先生やってないと思うんですけど、こんな分厚い調整でこれで落とします。また当たってるところで、大体ですね、光合器の使い方として、ちゃんとした半調節性の光合器の使い方として、例えばカロの設定が40度、アンテリアガイナスが40度だとする。そうするとこれ、この状態の中で動くとどこの刃も全部平行移動するので、全部40度の角度で動くんですよ。でこっちの角度を40度のカロの角度を浅くするとどうなるかというと、今までこう動いてたのが浅く動くので、どっかしらがぶつかりやすくなってる。わかりますよね。で、まあ、そういった形で光合器っていうのは調整するんですけど、じゃあその何度減らしたことによって何度動くかってことをやっぱり頭にある程度入れといてもらって、じゃあこれ光合子の大体目安ですよ。100ミクロン、今これ120なんですけど、100ミクロンの厚みでここか、ここか、例えばここが光合接触点、まあ、口頭があって、この点がここからここまで動くとします。ね、ここからここまで移動しますよね。側方運動でも前方でもいいですけど、これが角度が浅くなるとこう移動するわけですよね。角度がこれ浅くなるわけですから、そうするとこれ B がここだったのが B' 要はこの分のクリアランスが生じるんですよ。これがディスクルージョンさせる、奥歯が開く量なんですね。ディスクルージョンの量で、大体これが、まあ、これがじゃあ例えば1ミリ側方に動くか、まあ、前方に動くかとして仮定した場合に、これが1ミリで100ミクロン、ここの厚みが100ミクロン、0.1 ミリ、0.1 ミリですよ。100ミクロンって結構、100ミクロンってこれ120ですから、こんな分厚く調整って多分普段あんま皆さんしないかもしれないんだけど、100ミクロンの調整をした時にこの角度何度分だけ開くというか差があるかって、これが例えばじゃあ20度だとして、100ミクロンの調整をしたら、逆算ですけど100ミクロンの調整をした20だとしたら、これは大体15度ぐらいしかならない。100ミクロンも調整して5度ぐらいしか開かないんですよ。だからそんなに120だとか200だとかって調整したところで、対して角度ってのはそんなに開いてない。だからそんなに心配しなくてもいいんですよ。よくそんなに調整したらとかどうのこうのっていう場合もあるんですけど、この患者さんでこの歯はちょっと危険そうだなとか危なそうだなって思ったら、セントリックだけはちゃんとして、横は結構こう抜いていいってことです。抜いてもそんなに角度としては開いてないってこと。だからただしできれば隣のこういう隣の隣接の抜け方と同じように厚みで本当は抜けてる方がいいんですけど、それはケースバイケースで、この人はちょっとっていう場合はそういう調整をしてください。だからこういうこのぐらいの厚みのある調整をしても、まあ、大したことはないというふうに思っておいてください。6番に言えることない。いや全部どこでも、うん、これはもう三角関数だから、これネットとかで調べればこういう計算すぐで出せるので、ここがねこういうあるのよ、三角カシオのサイトで三角、ここが角度が決まっていて、ここに A ってことはここに横移動距離、ね、何ミリかっていうのをした時に、この角度とこの距離、要はこう θ と A が出ればすぐここの C と B の距離をねすっと出してくれる。本当にすぐだ、そういうふうなので見ると、それはまあ条件どれでも一緒でしょ。そういうふうにしてやればいいってこと。でこの青を取ってあげて、でこれさっきあそこにも書いたように斜面の部分で、これ見るときにプロビとかも補鉄物もそうなんですけど、こっちから見て隣接とか強接続的に見て、斜面上に乗っかってるっていうのはさっき言った当たりにつながるので、そういったところを取ってあげて、あげればいいってことですね。でこうやって光合子をちょっと駆使しすぎていくとですね、するとですね、汚くなるんですけど、まあ、しょうがないですね。でやっていくうちに最終的に少しさっきのとは違うなとか、そういったことも出ます。当然なぜかというと、顎って揺れるぶれるので、カチカチ噛んでたところがそうじゃない場合もあるし、そうした場合は最大公約数というか、さっき当たってて今当たってない、でも何回やっても当たるところっていうのを残してあげるっていうふうにしましょう。こういう感じで、あとはもう溝を掘りたければもう最初にもだんだんガイドをつけてるので、かっこよく溝を掘ってってあげればいい。であとスピルウェイっていうのは基本的に、このスピルウェイっていうのは抜け穴ですよね。抜け穴っていうのはこれに対して大体45度ぐらいの角度で入れます。こうやってキュッと。ちょっとじゃあスピルウェイもやりましょう。スピルウェイというか消火っていうか、これありますよね。ここにこれがじゃあ大きな溝だとしましょうね。ここに対して6番であれば、ここからこういくわけですね。横に見えますよ、これ皆さん、横に行ってから最後高頭頂は越えませんから、高頭頂からこうまた縦に戻るんです。こうやって横、要はぐしゃぐしゃって噛んだのがこっち方向だけじゃなくて、横に行って最後こっち側に落ちる、ここに落ちる感じ。反対もそうです。ここにこう入っていって最後こう落ちる、こうやって落ちる。他もそうです。っていうふうにして、ごめんなさい、ちょっと一部分だけど、ここのとこだけちょっと見てもらって、溝を回します。ここだけ今ちょっと絶足高等の間のところのこの。